こんにちは、シトーレイです。ファッショニスタの珠玉の5選、大人気の連載なんですけども今回は、はい、ついに満を持しての6のディレクターの吉田さんになります。はい、よろしくお願いします。1回ね、6のショップクルーズでもお世話になったんですけども、はい、もうなんかこう、はい、吉田さんのカルチャーを前面にこう押し出された感じで、すごくねそこもあってすごく今回は興味があって来たんですけども、お声掛けいただき、しかもたくさん持ってきてもらったプラス、実はこの場所自体も思い出の深い場所らしいんですけども、そうですね、ユナイテッドアローズの原宿本店になっております。92年に、ここが出来上がって、うんうん、で私が94年ぐらいに学生しながらアルバイトさせていただいた思い出の土地でございます。ここの3階が今ここ3階ですよね。今3階がちょっとね、クラシックな感じになってるんですけど、もともとはゆえカフェっていう、ここで若い吉田さんがいたわけですね。オーダーを取ってたわけですね。オーダー取ってました。コーヒーをお願いされてたわけですね。やってました。やっておりました。もともとカフェがやりたかったんですか、もともと販売やりたかったんですか。そもそももともとここのレセプションパーティーに、ちょっと来て、高校生の時に、高校生の時にレセプションパーティー来ますか。ちょっと待って、いろいろそう情報が多い、うちの母と重松さんの奥さんがちょっと友人で、高校生の時にレセプション、ここの原宿本店ができた時にレセプションに来て、すごい衝撃を受けて、もうここで働きたいっていうふうに思って、その高校生の時から、高校生の時に、でカフェだったらっていうことでちょっとアルバイトさせてもらったんです。へ、うん、えスタートなんですけど、もうエモい、もうエモい、思い出の五品も、はい、品も、もうエモいんですけども、あっちにもドレッシーなサムスンがあるんですけども、はい、最初はどちらでしょう。はいはい、こちらのソーケースの、こんな感じです。はいはい、どもうツアー95って書いてある、もうエモい、もうエモい、もうエモい。94年にその私が入社してアルバイトしながら、マルタン・マルジャランショーがここで行われたんですよね。世界6カ所でやる伝説のやつですね。はい、ランウェイ、栗野さんから聞いたことある、そうそう、実は僕らがやったんだよみたいな。マルタン・マルジャラ自体全然分かってなかったんですけど、うん、そのランウェイのモデルもストリートキャスティングがするっていう、のがあって、働いてる子の中から誰か一人キャスティングするっていうのがあって、うん、で勝手にオーディションされてたっていうか、みんな働いてる人たちは、うんうんうん、でも勝手に落とされてたんですけど、辛い、その流れなんやその時ちょっと健康的で、マルジェラとの距離があったっていうか、まだマルジェラを着れる人間性というか、私はそれができなくって、でも着たくって、全身だと着れないから、自分のその中和的にしてくれるのがロックティーっていうか、まあ、古着だったの でその当時から高円寺とか町田の古着屋はよく行ってて、はい、でこういうものとマルジェラを合わせるのが、まあ、自分のスタイルのきっかけになった、こういうところですごく大事なピースです。これにドレス合わせたりとか、マルジェラのパンツ合わせたりとか、うん、これちどこでゲットしたんですか。これは多分6000円ぐらいだったと思うんです、昔は、で、まあ、価値が今上がっちゃってますけど、今だってもっとだよね、こういう桁違うよね絶対ね。でもちょっとどこで買ったかもよく覚えてなくて、で、まあ、ソニックスも私好きだったんで、普通の T シャツじゃなくてロンティーってところがなんか吉田さんの癖感ありますよね。ロンティーそんなに選びませんよちなみにキーちゃんも着るんでしょうか。着ると思います多分、はい、着ると思います。開拓します。はい、はい、受け継がれる系だ次これ着たキーちゃんと会ったら私泣いちゃうかもしれないな大好きですね大好きだね本当に勝手にマネージメントしようとしてるそう、どこの事務所に入れようかなこれじゃあ2番目は、2番目はですね、こちらのなんかまた全然違うドレッシーなのが来たが、もうロゴがエモい、ちょっと赤十字の、ね、ステッチのアイコンになっているエーフ・バンデボーストっていう、そうだバイヤーになりたての時に、バイングしたブランドになってまして、まあ、いくつかバイングさせてもらった中でも思い入れのある、カフェから販売になって、販売からバイヤーやりなようになって、でこれを買い付けたと、そうですね、はい、もうエモい、もうエモい、もうなんか買
家庭がエモい、アンとフィリップっていう2人のデュオでやってたんですけど、うん、そのアンとかもマルジェラ の, その研修生だったり、うん、ドリスのアシスタントやってたりして、うん、随所にちょっとそのイズムは感じられるんですけど、うん、なんかマルジェラよりも私にとってはこうちょっとリアルクローズでちょっと着やすくて、コンセプチュアルなものを結構全然着てたっていうか、こう待ち着として。へー、すごい。今でも着てます？今ではそんなに着てないんですけども。じゃあ、まあ、キーちゃんが着るのかな。そこにもキーちゃんが着るのかな。ね、でも着るかもしれないですよ ね、 ね、うん、じゃあ3つ目は、はい、3つ目は、このクロコダイルのクラシックなバッグになります。これは UA のオリジナルなんですけど、オリジナル、はい、私の中の一番こう最高級バッグなるんですけど。これはいつ手に入れたの？90年代、そう、同じぐらいですね。重松さんが、うん、今会長なんですけど、まだ社長の時に重松さんがもう好きなものを、うん、あのやる企画みたいなのがあって、重松さんが企画したバッグ、重松イズムが入ってるバッグですね。言われたらそんな気がしてきた。100年ぐらい続く、うんうん、革製品を中心に製造されているところで作られたそうで、ジップがリリーじゃないですか。リリージップっていうところもすごくいいものにはこう、うん、リリーが入ってる、リリーついてるよねみたいな、うんうん、あ、やっぱリリー使ってんのみたいな感じ、な感じがありました。うん、うん、中もすごい、すごい機能的、すごい綺麗で、あの、うんうん、バッグ作る方に見せると本当に作った方のこだわりが見えますよねっていう、うんうん、でこれが時代感を感じるガラケー、ガラケー、ピッチ、ピッチ、確かピッチサイズです。 ピッチだ、ピッチもしかガラケーだ。折りたたみとか、まあ、入るかもしれないですね。これ今でも結構活躍品、はい、これは、はい、オリジナルの自分の中の思い入れがある人が作ってるやつっていう、はい、キャーキャー。次は、はい、次はロレックスのエクスプローラー。ロレックスなんだこれ。でございます。これは一番最初にもらったボーナス全部注ぎ込んで買ったバイヤー時代ですか。これはスタッフの時ですね。まだまだスタッフ時代に、はい、その時も有楽町のお店にいたんですけど、うん、もらったお金で全部注ぎ込んで買いに行った。休憩時間に行って買った思い出があります。おお、1時間の間に。最近つけてなかったんですけど、またちょっとつけたいなと思って。へー、はい、あ、でもいいですね。本当いいものは時代を凌駕するね。でもこれも絶対キッチャーに受け継がれるんだよ。そうです ね、ここもそうですね。はい、そして次はデニム来たよ、はい、デニムが来たよ。私はデニムがあのスタイリングの中ですごく重要な役割を占めてるんですけども、うんうん、あのリーバイスの701になります。はい、これはいつゲットしたんですか？これも90年代です。販売員時代とか、はい、そうですね。でもこれもちょっとどこで買ったか覚えてなくて。古着屋さんとか？古着屋さんですね。全然履いてなかったんですけど、6の、一番最初のカタログの時に701をモデルとして使おうってなって、うん、ハイライズでこうヒップがフィットしたシルエットっていうのを拡散していった記憶があって。僕の最初のシグネチャーになったところですもんね。そうですね、こんな感じ。まあ、なんか今ではすごくスタンダードなあのモデルにはなってるんですけれども、うん、その当時結構珍しかった。そうですね、だってローライズブームだし、うん、でしたもんね。そうですね、ロックスタートの時には全然なくって。いい味出てますね、落ち感が、うん、もう本当に大事にしてます、これは。てか、なんでこんなに物持ちがいいんですか？そんなことない。すごい綺麗じゃない？今でも着てる？これはすごい、はい、ヘビーユースで着てます。50年代ぐらいのモデルになるので、ファスナーも鉄製のリベット使ってたりするので。話やっぱ珠玉の五線は人間性出ますね。エリコのこれまでみたいな感じを、ね、エリコのこれまで、これまでがギュッ、はい、ギュッて詰まってました、はい、服好きとしてこうありたいって感じの見本です、本当に。さあ、皆さんはどれが気になったでしょうか？ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、じゃあねー。